ずれじゃん。充電満タンにして こっちのタバコが来たら、あのアイコスサブだね。こっちがメインだね。そう、自動販売機のとこ、そう、すごいな。建築の人がいるわ。建築家がいるわ。建てたんだって。あ、のぶくんおかえり、元気出して前みたいに。あー、ママありがとうね。北海道の婦人部リーダー連絡来てない。あのブロックしたもん俺。あのね、既読スルーされたから、ずっと、うん、タバコも花火まあ一つっすね。いいですよ別に、あの気使わないで、うん、もういっぱいもらったから今日は。ラーメン代ももらったし、あのコーヒー代ももらったから、でこうウェルカム花火も来てるし、頑張ってね花火も来てるし、ありがたい。気持ちだけでいいよ。もう見てくれてるだけでいいんだから。新宿にねずっといるね。事件が起こるからね新宿は。今から何するの？ああ、マサボさんいいのに。ドンチキありがとうございます。タバコ買って、あ、買います。じゃあこれで。ありがとうございます。あ、さすがのぶくんあげる、ドンチキ。ああ、ママありがとう。いいのに。優しいわ。みんなだって、イベントでさ、他の配信者にいっぱい投げちゃったでしょ。お金ないでしょ、だって。ねえ、今イベント今日最終日だよ。ねえ、みんなお金ないのに。ありがとね。ああ、大阪から東京に来るの。頑張ってね、お仕事ね。仕事頑張んなくちゃ。うん、あ、ありがとね、マサボさん。今もうふわっちとさ、ツイキャスさ、あのゼロワンとマユちゃん一色になっちゃったね。すごいよね。ツイキャスで6000、7000だよ。あ、またノブ君と話したい。ドンチキ誰ですか？あー、ありがとうございます。あれ話したことあったっけな、電話で。 LINE のやり取りはしてたよね。電話はしたことないかな。ありがとうね、ママ。今度握手、あ、いいですよ。コロナ気をつけないとね、マジで。ほんまに、だっていつもさ、寝るとき自分のおでこをさ、これ触るもんね。熱ないか。あ、熱ないわ。俺タバコめっちゃ吸うじゃん。咳すごい出るじゃん。やべえかなと思って、ついにやべえかなと思って。あ、逆に僕なんかでよかったら会ってくれますか？放送中の方がいいですね。配信外はあの恥ずかしいんで。あのね、人見知りなんですよ僕。初めて会う人と喋れないんですよね、あんまり。スマホに向かってなら喋れるんですけど、あんま喋れない。あ、体温計ね。クザみたいだよね、こんなの。早く髪の毛生えてくんないと。ゼロ眉のあの閲覧がやばい、えぐい。ふわっちで4000人だね、昨日。
すごくない？ツイキャスで7000、7000だよ。すごくない？みんな見てたでしょ、みんな見てたでしょ。俺も見てたんだよ、俺も見てた。すごいよな、ふわっちで4000人。あ、くまちゃんありがとう。いや、今だけじゃないよ、ずっとだよ、人気だよ、かなわないよ、あの二人には。彼女ね、別れたよ。知らなかった？みんな知ってるよ、彼女と別れたの。熱暴走大丈夫かな。あ、クマちゃんやった。いや、倒せないよ、人気だもん。うん、まえちゃん電話で喧嘩してた。うん、工場で働いた方がいい暮らしできる？まあそうだろうね。でも俺は工場は無理だわ。一回働いたことがあるけど、作業はちょっと無理だわ俺。頭おかしくなったわ。派遣で一回行ったけど、脱走したもんね、途中で嫌になって。で、名前だけ書いて1日分もらったけど、半日で帰ってきちゃったもん俺。工場抜け出して門飛び越えて、でバスで、駅からバスでその工場まで行ったんだけど、帰り方は分かんないんだけどね、歩いて駅まで行ったもんね。うん、同じことの繰り返しの作業は頭おかしくなる。頭かきむしってさ、うわもう無理だっつって、無理だわ。だったらまだ現場の方がいいわ。うん、でも工場だから不向きあるよね、向き不向きが。警備員さんいるのに門を飛び越えて逃げたもんね、脱走したもんね。うん、同じことの繰り返し。あのね、パレットの上にね、雑誌の束をね、なんかこうある法則に従って積み上げていく作業なんだけど、軽作業なんだけど、それずっとやってたら頭おかしくなった。無理だなと思って。資格はいっぱいあるんですよ、フォークリフト、大型免許、玉掛け、小型移動式クレーン、あとは重機乗れる免許、うん、いっぱいあるんですよ。プロフィールに書けないぐらい、履歴書がもう真っ黒になるぐらい資格がいっぱいあるんですよ。あんま見えないでしょ、そういう風に。ただのクズだなと思ってるでしょ。うん、今までね、まあ、ガソリンスタンドから始まって、パチンコ屋5年間やって、あとは大工もやって、あと住宅の基礎もやって、解体もやって、あとは、葬儀関係だね、葬儀関係。あとはもう高校在学中に、まあ、新聞配達ずっとやってたね。自分の小遣いは自分で稼いでた。うん、あとはトラックの運転手が長いね。トラックの運転手が大型乗ってたから。うん、
なんだろうね、メイドだね。あ、クマちゃんいた。大型免許簡単ですか。あー、免許取るの簡単じゃ簡単だね、やる気があればね。あんなの感覚だから、自分の でかい乗り物乗ってるっていうその 空間がさ広いわけじゃない。それを頭の中でどう理解できてるか。紳士力が あとはそれがしんどかったね。紳士力っていう検査があるんだけど、それが難しいぐらい。うん、あとは普通の車と一緒でさ、バックアイもついてるから大丈夫。あ、特命さんドンチキありやす。かっこよくないっすか。距離感がね、つかめれば全然誰でも、うん、どこ寝てんの。 あの寝カフェとかサウナとかっすね。運転はね、うまいですね。紳士力テストってあんのよ。大型免許のその、なんつうの、学校行って全部一通り教えてもらって、筆記試験があって、免許センターでね、紳士力検査ってなんだよ。それが難しい、うん、あ、クマちゃんありがとう。あ、茨城降ってきた。東京は大丈夫かな、うん、晴れてる。そう、棒がそう奥に行ったり近くに行ったりして、で並んだところでストップって押すんだけど、これがストップって行き過ぎちゃったり手前で止めちゃったりすると、あ、落とされちゃうから取れないから。3000人超えた。それ東京で、全国、東京は 何人なの。トラック運転手どうなんだろうね。俺トラック降りてからだいぶ経ってるからわからないね。あ、大型引きないか。ない、引きない。なんつうの、どこでやったんだっけな。紳士力テストってあるよね。免許センターでやるよね。東京で3000人コロナ、嘘でしょ。絶対嘘だよ。やばくない。教習所でやるか、紳士力。東京で3000人なの、俺絶対やばいじゃん。マジ新記録更新。いや、オリンピックの新記録はいいけど、お前コロナで新記録出しちゃダメだろお前。マジで言ってる。やばいじゃん。おー、マジ？いや、こういう時ホームレス積むわな、マジで。いろんなとこに宿泊しないといけないし。3177人、やばいな。逃げようがねえもんね、俺だけ家がないし。やばいわ。全国で8000人はぁ、嘘でしょ。バファリンもなったって。おい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 、マジかよ。あのワクチンの手紙捨てちゃったよ俺。破って捨てちゃったよ俺。新宿の家に来てたけど、だって副作用で死んでる人いるでしょ。おー、オリンピックなんでやってんだよこの時期に。だから言ったじゃん、やるなって。何やってんだよ。9000人、全国で9000人、マジかよ。終わっとんな、マジ。マスクずらすの、あ、怖くないの。
だって見えないもんだね、コロナの菌がね。ワクチン高熱出る、死亡してるでしょ、危篤状態、プロ野球選手。もうマジかよ、超リスキーじゃん。俺こんなとこにいるんだけど今、超リスキーじゃねこれ。これ絶対コロナになるよ、こんな毎日こんなとこブラブラしてんだよ俺。人多いよ、なんか風下で俺を風下でさ、めっちゃいい匂いするんですけど、めっちゃいい匂いする、この女の子やばいわ。めっちゃ風下なんだけど俺、めっちゃいい匂いする、半端じゃないって、半端じゃない、めっちゃいい匂いするわ、たまらん。やりたいわ、ずれしちゃったんだ、反則張ろうとしてる、なんか甘いニュースな、なんだこれ、キャラメルのニュースな。あ、マメさん、トンチキ逃げ場ないぞ、糖尿病やめとけ、マスクかけとけ、ありやす。これか、あ、これワンワンが買ってくれたやつか、レモンティー、これか、レモネード、これか、やばいな、めちゃくちゃ人いるわ。顔出さないとな、分かってもらえないから。一人ぐらいはいるだろう。昨日いたんですよ、一人、二人か。昨日いたんですよ。どっちの方だったら。そうかな。
配信者でもいいですよ、暇だからね、痩せたいし歩かないと膝も痛いし運動不足で。